結構久々の配信やな。ミキティさん、だるまさん、ありがとう。お酒飲んでない。お酒飲んでるように見えますか？チーク塗りすぎた。どうしました？髪色やばいよね。もう染めないといけないんですよ。ここ今ね、暗くなっちゃってて、今映してないだから、ここでちょうど切ってます。髪色やばいよね。でも暗くします。実家は無事でしたね。新年早々悲しいことがいろいろあったけど、知り合いとかも、自分の知り合いは無事やってよかったなと思います。バングさん、ありがとう。岡井さん、レインボースター、ありがとう。ちょっとついさっきまでお姉ちゃんとお母さんと電話してて、電話してたらちょっと時間やばくなって、ちょっと後ろの髪アイロンできなかったんですけど、バタバタって。みーちゃん、ハートありがとう。あきちまるさん、くまちゃん、ありがとう。マントメガネさん、服ありがとう。あ、グラグリさんも久しぶりや。りょうたろうさんも久しぶりや。おお、嬉しい。お姉ちゃん全然会えてないけど、お母さんは年末会って1月1日も一緒に過ごしてみたいな。お父さんも直近会いました。こっち来てくれて。向井さん、猫ちゃん、ありがとう。ひらのりさんも流れ星ありがとう。地震は千葉のおばあちゃん家にお母さんと私とおばあちゃんで一緒にいて、でお雑煮をおばあちゃんが作ってくれて、食べてる最中に警報鳴って、多分携帯も多分福井で買ったやつやからか、すごい警報鳴っちゃって3人ですごいおどおどしちゃいましたね。でパパに急いで電話かけてってしてました。ゆうたさん、ハートありがとう。やっぱなんかショールーム配信すると久々のお名前が見れて嬉しい。そう、お母さんの前例がなくなってフーっていう位置情報あるんですけど、それ交換しました。前例の時もやってたんやけど、フーもやって、地元の唯一のお友達も交換してたから、そこで安否確認してみたいなやってました。初見です、うそつけん。久しぶり、こちらこそ嬉しい。亀吉さん、ひらふみさん、ありがとうございます。そう、年越えてからさ、地元帰ろうと思ったけど、一応ね、ライブもね、年越えて待ってたので帰らずいました。岡井さん、ありがとうございます。橋本さん、すごいレックスって書いてあるけどありがとうございます。そう、あ、そうだ、この後配信終わったらツイッターで流すんですけど、2月18日の三重のライブの昼の部がなんと完売しまして、完売、取り置きが満員になりまして、ありがとうございます。昼の部はここで一旦締め切りとなりました。夜の部と 2月17日のはあるので、ぜひ。救助活動行ってきました。お疲れ様。昨日なんかテレビで
救助隊の方の試練の訓練のやつ見てて大変そうなの見た。踊りはしないです。ありがとう。三重のライブはねなかなかない、撮影可能なのでぜひ撮ってください。このケケさんハートありがとう。久しぶりにさカラコン入れたんだけど気づきました。もうわかんない、カラコン入れたんです今日。こんばんは母さん、ハートありがとう。ペンライト復興活動、これもねあの縁だけのやつやからさ中はクレナの目なんだけど、虹ペさん虹ありがとう。こんばんは、このけげさんありがとう。最近さ、てか年越えてからかにね、あの見てこれ、原宿に新オープンした、 PR とかじゃないんだけど、あのブレスレット、これブレスレットなんですけど外せないやつなので、自分が好きな柄選んでみたいな、ミサンガ風な感じで、ちょっと今年も頑張るぞを込めてつけてきたんだ。そう外せないんですよ、あのもうお店の方がここでも金具機械使ってもう止めてくれて、もうつけ外しはできないっていうやつだから、サウナとか温泉行く人とかはもう外せないからあれかも。まあ無理やり外そうと思えば外せると思うし、あのサウナとか行くときは布とかを当ててくださいって。赤井さん、くまちゃんありがとう。今度会ったら引きちぎるわ。それはダメダメですよ。でも高いのか高くないのかどうなんだろう、基準が分かんないけど、けど年越えてこれ蝶を入れたんですけど、クヨナは蝶と星を入れて、まあ、自分の蝶もありいろいろ頑張るぞっていう気持ちも入れたから結構満足。いいですよね。初詣は行ってないです。 おみくじ引きたいです。めちゃめちゃ引きたいです、おみくじを。配信久々にすると緊張して熱くなってくるわ。みやのりさん、かめきいちさん、ハートありがとう。大吉差し上げます。もらえちゃうの引くではなくてもらっちゃう的な。こんばんは、中吉だったの。
もう大吉出るまで引き続けちゃいそう。クエの引いてないけど今年は大吉かなと思って過ごしてます。うわー、髪染めたいな。明日染めてくるかな。明日か次にしようか。どうしようかな。去年も引いてない気がするんだよね、クエナ。去年だって年明けてからずっと体調悪くて寝込んで、だってから引いてないわ。暗くしたいって暗くしたいんですよね。母さん、ハートと流れ星ありがとう。秋ちゃまるさんもありがとう。したとしてもあの暗めの感じかな。でもさ、今配信やからさ、ちょっと明るく見えてるけど実際見たらそんなまだ明るくないよ。どんないか緑は多分びっくりしちゃうよ。みんながびっくりしちゃうよ多分。大阪でも待ってます。待ってて。銀色かっこいい。さあ分かるけど多分ね、クレナね、髪の毛が美容師さんにも言われるんやけど頑丈で色入んないんですよ。入ったとしても1日とか2日とかでもすぐ抜けちゃうんですよ。頑丈で。そう、髪の毛頑固。こんばんは。維持大変ですね。髪質似てる？一緒一緒。アイロンとかもさ、全然巻いてもすぐ取れちゃうんで、昔からやけど。右手のリングも外せないよ、ずっとつけてる。今外してるっていうずっとなんかリングとかは意外とつけたまんまにしたらつけたまんまやし、つけたら外したらずっと外してるっていう状態。肘大変なの？何が？何大変？指輪なくしたことある？めっちゃあります。めっちゃあります。でもなんでクレナが指輪するかっていうと、ちょこちょこやってるんだけど、女性の方ってネイルとかめっちゃ可愛くできるじゃないですか。けどギター弾くから自分でネイルしてもすぐ剥がれちゃうし、あのやってもらうってなってもなんだっけ、ポコってなるやつやから、あの剥がれないやつって
になったらギター弾きづらいんですよ。まあ、それで練習しまくればいいのかもしれないけど、あの弦の音があんま鳴らなかったりとか嫌じゃないですか。ってなったら何もしないってなるじゃないですか。ちょっと待って、そういうこと？維持大変、維持大変が、肘大変になってたの。今びっくりしちゃって、なんか肘なんかあったんかなと思って。面白い、それ面白い。そうだから指輪とかブレスレットとかはちゃんとしようと思って。やってるアクセサリーは結構いろんな、もう出かけたとして、じゃあアクセサリー屋さん入ったらいいの見つけたら買おうかな。エテとか、前エテで買った。ネックレスはなんか今してないんですけど、結構してるかな。今はしてないけど、でもアトピー持ちっちゃアトピー持ちやからすぐ荒れちゃうんだよね。だからなかなかできないっちゃできないです。乾きさがマックスですね。乾き、こんばんは、お疲れ様です。こんばんは。鳥取直屋で、鳥取って今暑いです。暑くはないか。鳥取といったら砂丘、砂丘といったら暑いになってる。グナアトピーです。肌めっちゃ弱い、だから荒れたらすぐ薬の塗ってって。グナアトピーだよ。肌がめっちゃ弱くて、なんだっけ、薬とかでさ強いのあるやんか。あれがあるからなるべく控えてるけど。アクセサリーはいいなって思っても自分に合うか分かんない、あと一歩が出ない。あ、アクセサリーでもこれつけたいって思ったら似合ってるから大丈夫。あ、ステロイド、そう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 、ステロイドって肌がなんかね暗くなっちゃうの、黒くなるみたいな。でもその分強いから治ったりとかするんだけど、そうだからアトピーやばくなったら塗るけど、それ以外は塗ってない。これの洋服もそうなんやけど、あのこれって決めたらすぐ買っちゃうタイプなんですよ。でもこれってなるのが少ないです。だからね、クレナとクレナとのお買い物つまらんと思う。そう、フィーリング、そうフィーリング、障害気をつけないと。プラスチックネックレス、確かに。ゲーム
スイカゲームは今日朝やった。すごい。あ、でもね、最近ハマってるのは、またハマってるのがあるんですけど、ブルブル動物っていう、ブルブル動物っていうあのゲームがありまして、最近 LINE のあの広告によく出てくるから入れたんです。でその前まではあの YouTube とかによく広告出てくる、あの犬の周りに線を引いて蜂が入ってこなくなるやつ、するやつ、あれをやってて、あの一昨日ぐらいからブルブル動物っていう、すぐ広告に引っかかっちゃうもんで、あの子供ではないんですけど、動物を育ててます。初詣行ってない。あ、海進ターボさんめっちゃ久しぶりやん。やっほー、元気にしてますか。あ、広告引っかかるタイプ、ゆうたくん一緒だ。でもスイカゲームってさ、いろんな種類アプリあるよね、似たような感じの。ひらふみさん、ジジありがとう。そのブルブル動物っていうのが、あのすっごい通知うるさくて、 LINE の方でも来るんですよ。でやってる人いない？いないか。いないですか。そう、動物がなんかずっと震えてるんだけど、それでブルブル動物って言うんだろうけど、震えてる動物を育てるみたいな。でなんかお風呂入れたりご飯あげたりみたいな感じで、今何歳だっけ、3歳ぐらい今うちの子で、ペンギンです。パズルをやってみたいな。そう、育てていくの。寒すぎて違う。確かに寒いよね。まだ来ない。今日一回も外出てないんだけど、どうしよう。もう夜だよね。一日一回は外出ようと思ってるんだけどな。パンダ出てほしいんだけど、なかなか出なくて。情報技術研さん、ありがとう。ガチャじゃない、いきなり進化する。そうなんだよね。あばらで飲んだプルプルゼリー梅酒、美味しかったな。え、美味しそう。それブルブル動物とかけてきた。あ、ありがとう。そう、動物へ進化がある。年を重ねるとウサギになったりペンギンになったり、いろいろ変わるらしい。最近よく聞く曲、最近よく聞く曲は、でも流行りのやつ聞いてるから、あの晩餐歌とか最近はや、ちょっと前か流行ってて聞いたりとか。こんばんは、こんばんは、こんばんは。クエナが年取るとウサギになる。ウサギになっちゃうかな。人の飲み物飲むね。どっちに逃げようか迷っちゃった。
今はウーロン茶を飲んでます。マイケーさんキュンです。魔法ぴょん、ハルぴょん、ウサギキャラどうなんだろう、やってんのかな。あー麦茶いいね、麦茶も好き。大さんめっちゃ可愛いの、ありがとうございます。ウイスキーじゃなくてお酒いっぱい飲んだ。カラコンが久々すぎてさ、ぼやーってする。ウーロン茶です、灰ではないです。みんなお酒飲むのいいな。ノンアルコールになってるよ。ノンアルビール、ノンアルコールビールなんてある。ノンアル、ノンアルビール。最近ハイボールハマってるっていうか、飲むようにしてるんです。飲むってなったら、ね、ハイボールもともと飲めなかったけど飲めるようになった。12月頭らへんから。確かにスパイダーマンしか会ってない。来たのポンコツ。いつしようね、しようしようって話するんだけどね、よく。なんかさ、あれこの話したっけ。あ、したわ。ファンクラブでしたんだ。え？したっけ？あ、したわ。なんかひじと電話してくれなんかさ、寝ぼけてって話したよね。あれ？ファンクラブで言ったような気もするし。ツイッターって10じゃないんですか。一人部屋飲み、宅飲み、一人宅飲みいいよね。クナも全然する。え、ツイッターって10じゃなくて X？っていうの。あ、バッテンなの。え、ツイッターテンじゃないの。あ、多分くんのヒデとさ、テン、あれツイッター顔を打った時もテンになったよねって話。え、クロス何。どれが本当だ。 X が本当。正解なんてあるのかな。決まってる？ X なの？かけるかけるはちょっと違うな。ね、ツイッターじゃあツイッター今日 X って。
よその星行ってたって、おい地球地球地球、明けましておめでとうございます。確かに、あれショールームやってないか、年越えてから初めてでもないか、初めてか。明けましておめでとうございます。1ヶ月ぶり、あさっては配信ライブを行います。17時ごろかな、ここで配信ライブします。ぜひ見に来てください。ぜひお待ちしてます。お、久々に配信見たかわいい、嬉しい、見てくれてありがとう。かいーさん、亀吉さん、だるまさんありがとう。こんばんは。そっか、今日花金か、だからみんなお酒飲んでんのかふと思ったわ。確かに花金か。花金っていう言葉を去年覚えたんだけど、ずっとあの祝日と金曜日が重なってたら花金って呼ぶのかなって思ってたんですけど、毎週花金が来るっていいね。花金っていう名前が来るってずっと、ま、なかなか来ない名前だと思ってたから、土曜日っていうことで、クエナは明後日の練習なりやけど、初売りはあのお母さんを見送りに大宮行った時に2人でショッピングした。うん、したけどあんま買ってないかも。マシュマロチョコじゃないか、ココアじゃないか、これおしるこだな。ふやふみさんありがとう。福袋買ってない。晩ご飯食べたんだけどお腹空き始めてきてて、ちょっともぞもぞしてます。初夢見てないんだよね、くれな。
梅雨目ってあれでしょ、超える瞬間でしょ。見てないんだよね。宝くじ10億円当選が福岡で出ました。すごい惜しかったね。秋吉会明日で。ずっと寝てないってこと、それはやばいね、それやばいね。ずっと起きてたら多分今頃くらい目死んでるよ。寝るの大好きな人やから。猫さんこんばんは。宝くじ買ったことない？なんか昔から毎年年末ジャンボをお父が買ってくるから、その癖で何気食うのも毎年年末ジャンボ買ってるかも。タイミングよく見つけた。毎年でもないけど。わ、お腹空いてきた。そろそろやめようかな。今どれぐらい配信したんだろう。15分はもう経ってるよね。30分ぐらい経ってる。今時間なくて。初夢って1日の夜か。あ、そっか。初夢は気にしなかったわ。31の夜の1日の朝の、それで考えてた。うわー、覚えとけばよかった。パパ、お父さん、おとう、おとんっての4つで言うの。おとうの伸ばしとおとんと、ああ4つだな。夜ご飯食べたから、温かいスープ飲んでお腹いっぱいになった気分になってお風呂入って寝ます。宝くじ買いに行く夢見たんやったら買いに行った方がいいな。おとぅになってたら面白いね。おとぅって誰になってくる。ママのことも最近おかんかお母かママ。これの髪色は、これは色落ち色って言います。なのでもうそろそろ染めます。色落ちした色です。そろそろ終わりますか。配信見てくれてありがとうね。ランキング読みます。じゃじゃん。13位 YK さんありがとう。12位 MKT さんありがとう。11位 MK さんありがとう。10位マントメガネさんありがとう。9位上谷優さんありがとう。ありがとうみたいななってるね。8位ひろのりさんありがとう。7位シゲキングさんありがとう。6位香港の KK さんありがとう。5位亀吉さんありがとうございます。あ、くね、いつもありがとうございますやな。ありがとうございます。4位みーちゃんありがとうございます。3位あきちゃまるさんありがとうございます。2位もぐさんありがとうございます。1位わかえさんありがとうございます。ごちゃごちゃやった。いや、もうまたあさってここ国集合で17時ごろ、ぜひ日曜日お待ちしてます。あと三重の取り置き、17日はまだあるのと、でもちょっとしか出ないんですけど、まあ、数曲を歌います。で18日の1の部は売り切れで、2部は取り置きまだ受け付けているのでお早めに。すごい福ボングさんありがとう。大吉って書いてあるのかな。かわいいクマだ。ありがとうございます。ラフミさん
かっこいいの、ありがとう、ありがとうございました。お父さんベックいるの？まさかのベックいるのかな。お疲れ、くまちゃんありがとう、ありがとうございました。みんなゆっくり寝てね、おやすみ、ありがとね、バイバーイ。